ヘンリー・ノーブル・マクラッケンはアメリカ合衆国の学者ニューヨーク州ポーキップシーにあるバッサー大学の第5大学長で同大学の学長としては初の聖職者ではない人物として1915年から1946年までその任にあった。マクラッケンの学長在任期間はバッサー大学の歴史の中でも最も長く続き30年以上の長さに及んだ。 マクラッケンは、1880年11月19日に、オハイオ州トレドで、ヘンリー・ミッチェル・マクラッケンの息子として生まれた。兄のジョン・ヘンリー・マクラッケンは、1915年から1926年に、かけて、ラファイエット大学学長を務めた。息子であるカルビン・ドット・マクラッケンは、発明家として知られた。 マクラッケンは1900年にニューヨーク大学から英語学の学位を取得した。卒業後、彼はベイルートにあったシリアプロテスタント大学で3年間の教員生活を送り、その後ニューヨーク大学に戻って大学院に学んだ。英語学で修士号を得た後、ハーバード大学に移って PhD を取得した。マクラッケンは1907年6月12日に マージョリー・ドットと結婚した。マクラッケンは、1913年に、スミス大学で演劇文学の教授となった後、1915年から1946年まで、バッサー大学学長を務めた。1920年代には、サラ・ローレンス大学の創設に関わり、当初はバッサーに付設された女子短期大学として、これを立ち上げた。1930年には、 マクラッケンの名を冠した寄宿舎が建設された。マクラッケンは、その後も、1935年に、バッサーとの提携関係が解消されるまで、サラ・ローレンスの理事会に泊まった。マクラッケンは、1970年5月7日に、ニューヨーク州ポキプシーのニューハッケンザックロード87番地の自宅で死去した。ツママージョリードット・マクラッケンは、1974年に死去した。 ありがとうございます。